My Generation MIC。 そのレベルのラップで上がる。何を押し返して文字通り袋だったっけ。俺はあしらえるのは俺だけだからさ、誰相手でもかますのがもっと。You know what time it is. Give me it. Tokyo Dance Park. Dance Park. Enter FM 897. Gekito, Brad Koshien. My Generation, MIC. My Generation, MIC. Gekito, Brad Koshien.時刻は1時半を回りました。インターFM東京ダンスパーク、ここからは高校生世代のためのフリースタイルバトルイベント、激闘ラップ甲子園とタッグを組んでお送りしていく企画、マイジェネレーション MIC 激闘ラップ甲子園。今週はケンザ390がお送りします。さあリスナーの皆さん、今週もお願いします。今週と来週のテーマはですね、ラップバトルサイファーの楽しみ方ということで、こちら僕一人で話すのはなということで、スペシャルゲストに呂布カルマが来てくれました。よろしくお願いします。どうも、絶対王者こと呂布カルマです、まあ、確かに本当にそうなんだけど、自分で宣言して出てくる人あんまりだよね言っとかないと。よろしくお願いします。ハードルの上げ方がお願いします。改めて呂布カルマと僕は前回の激闘ラップ甲子園の決勝大会にジャッジとしても参加してたんですけど、そうですね、改めてどうでした、振り返ってみたあの大会。うん、そうですね、フレッシュだなっていう、ね、印象ですね。やっぱさ、こう若い高校生の世代、僕らがほら始めた頃って高校生でラップできてるだけでも褒められるぐらいなレベルだったじゃん。そうですね、いなかったっすよ。いなかったよね、自分の時は、うんうん、それがさ、まあ普通にバトルできてるみたいな。そうですね、なんか、うん、でもやっぱ都市部に行けば行くほど洗練されて、なんかスキルで戦ってること、あと地方の子はもうほんと荒削りな、なんかパッションで戦ってる子みたいな、結構色濃く出てたなあ、なるほどね。カルマもまだやっぱこうしっかりさ、こう絶対王者というか現役だから、はい、改めいつか戦うかもなみたいな目線でも見てるってことですね。そういう目で見てましたね。なるほどね。俺だったらこう倒すなみたいな見方で見てました。ああ、じゃあシミュレーションでぶっ倒しながら審査もするみたいな。そうですそうです。やばいで、ね、これ決勝戦はどうでした。シンとナーブのバトルだったんですけど、東京と大阪で。結局シン君が優勝しましたよね。うん、そうそうそう。でも自分はナーブの方に上げてて、うんうん、すごい接戦だったじゃないですか。接戦だった、めちゃくちゃ。延長まで、うん。そうそうそう。で自分はどっちかというとそのナーブの勝負っ気の方を評価してたので、ナーブに上げてたんですけど、うんうん、まあシンは逆に言うとそのめちゃめちゃ洗練された感じのこなれラップみたいな感じだったんで、うん、僕はナーブに上げてました、ね、わかる。僕もナーブに上げたから、うん、その確かにね、ザ・バトルっていうかおめえに勝ちてっていうのが全開で出てる感じが僕も熱かったけど。お前は歩いていく、フライトしていく、なんだっていい、スイムやる方なんてそれぞれあるだろ、それをぶつけ合えることができる2022、俺もでけえ足じゃねえが回すでけえ地球儀。おめえらの場所各自各所、俺は飛び回るぜ、もちろんこれからだっておめえが熱さ足りねえ分俺が補う、ケツを拭くのいつも俺の役目、そして化学反応起こすぜ、ケツを拭いてくれたならば俺が熱さで返す、これが分かってること。いやお互いのまだも会話気持ちを通り揃えた上で俺らの対話を教えてること分かってるぜ、yeah、何とかあれとかあのバトルとかそんなことじゃなく俺はただお前に勝ちたいだけ、それだけなのに、yeah、あとは忘れない自分の意志、俺も求めてるぜ規模の星、yeah、やっぱりジャッジ割れますよね。そうですね、まあシーンは確かに上手かったし、うん、もう出来上がってる感じがそうねありました ね。確かに確かに、うん、いや今回はですね、今日はね改めてこうラップバトルサイファーの楽しみ方ということで、はい、ここまで聞いててもリスナーの皆さんね、まだこうラップバトルとかサイファーがそもそもどういうものかとか、なんかどういう風に楽しんだらいいのかなみたいなのが、うん、まだわからない方もラジオだからたくさん聞いてらっしゃるかなと思ってまして、なんでそういう方にも伝わるようにちょっとお題がいくつかあるんで、そこからいくつかね話をピックアップしてこうラップの魅力とか面白さを伝えていければなと思うんですけど、はい、どうでしょう、そもそもなんでこんなにラップバトルとかサイファーがこう若い世代高校生含め流行ってると思います。まあ手っ取り早いですもんね。まあ確かにね、はい、その、うん、昔だったらバンドやってたような子たちが、うんうんうん、スタジオ入らなくても楽器なくてもすぐ始めれるっていうとこじゃないですか、うんうん、そうだね確かに、うん、僕も高校生時とかバンドやってたから最初ラップやる前、はい、
バンドってさ、やろうと思ったらギター買ってとかさ、ね、ベース買ってさ、うん、しかもこう弾けるようになるまで練習しなきゃいけないじゃん、はいはいはい、ある程度さいろんなバンドのコピーとかして しかも役割があるっすもんね。ボーカル、お前ギターやれよ、あ、そう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 、ポジションがさ限られてるから、はい、俺ギターもいけないからじゃあベースかとかさ、ラップだったらもう全員、まあ、ラップか DJ かっすもんね。うん、そうそうそう、いきなりみんなで同じことができるっていうのはでかいっすよね、うん、確かに。しかもそのもちろん最終的にはこう鍛錬とか練習いるんだけど、うん、なしでもなんとなくできてくるじゃん。そうですね、いきなりできるって、リズミカルに話すみたいなところからいくと、うん、なんかとっつきやすさはあるよね。あるっすね、うん、逆に見てる側でバトルの面白さって、ね、やっぱどういうとこが興奮するのかな、みんな見て。僕はやっぱ、うん、そのスキル云々が分かるのって結構目が肥えてこないと分かんないじゃないですか。そうだね、やっぱそのみんな なかなかこうオブラートに包んでちゃんと本心言わないんだけど、バトルの時はモロ言うじゃないですか、モロ言うね、あんなんバトル以外でないないっすもん、ね、ないないない、確かに本当に、うん、大の男同士がこう向き合って本気でガチガチ言い合うっていうのって、まあバトル以外ないんで、そこないね、そこ僕はそこだと思うんですよ、ね、確かに。なんかあのこうビートが鳴ってる感じとか、もちろんお客さんがいるとか、うん、板の上に立ってるとか、いろんな理由あると思うけど、うん、もちろんこうディスり合いとしてさ、こうおめえより俺の方がすごいんだぜみたいな話もあるけど、はい、逆に熱い話とかでもさ、自分の夢をそんな大きな声で人前で宣言することありますかみたいなさ、ないっすね、こうさ未成年の主張がぶつかり合うみたいなさ、うん、あんなむき出しなことってないっすか、ね、いやないと思う、確かに。他に ないっすね本当に、うん、ないよね。自分たちで出ててもやっぱこれをバトル以外の場で言えよって言われたら、はい、無理っすね。無理だよね。言ったらちょっと恥ずかしかったり、うん、みっともなかったりすることじゃないですか、うん、そうだねそうだね。それをあんな風に丸出しにしてぶつけ合うっていうのが、うん、僕はやっぱ面白いなと思うんですね。やっぱそこがこうなんかバトルっていう、まあ、格闘技的な要素もありながら、うん、やっぱこう音楽というか、うん、音が鳴っててその上でっていうのもなんか関係してんのかもしれないよね、やっぱね。そうですね、うん、その一応その形式があるからできるっていうとこかもしれないですね。そうだよね。だってね、やっぱ、まあ、泣けりゃいいってわけじゃないけど、やっぱちょっと感動して涙出ちゃうような試合とかもあるもんね、はいはいはい、やっぱ実際に本当の意味でのエモーショナルがありますよ ね、 うね、うん、やっぱ心の底からのことを大きな声で叫ぶみたいなところあんまりないよね。ない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 よね、はい、だから多分まだそのラップの楽しみ方がわからないなって方とかも実際意外に見てみると、はい、その単純にこう倒し合ってるだけでない瞬間もあるし、うん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 、倒し合ってるとしても皆さんが思ってる以上の熱量でいってるから、結構その、うん、本当にラップをやってる人でも、うん、バトルやってない人は、うん、悪口の言い合いだろうみたいなところで止まっちゃってる人いるじゃないですか。いるいるいる、いますね。いや、もったいないなって思いますよ、ね、いや、それはそう。だってボクシング見て、はい、嫌いだとは思わないでしょみたいな、こう相手のことみたいな。そうそうっすね、そう、やっぱいろんな総合芸術というかさ、うん、あるよね。いや、そうですよね。どう、逆にさ、あれ結構僕も前元は出てたけど、はい、先行後攻どっちがいいんですかみたいな、僕結構よく聞かれるんですけど、はい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 、あんまバトル見てない人に。カルマ的にはどうなんですか。僕はもう 100% 後攻ですね。まあそうだよね、はい、俺も 100% こんなに 100% 後攻、ね、じゃんけんで先行後攻大体決まるじゃないですか、はい、こんなに後攻が有利なものはあんまないよねって思うよね。ないです、はい、PK 戦とかでもまあ五分なのにさ、だからよっぽどそのトリッキーなことして、うん、先行でバーンって色作っちゃうみたいなことができるやつ がいたら別っすけど、うんうん、まあ普通は高校っすよね。まあそうだよね、うん、特にこうバトルってこう日本勝負とかがまあ多いじゃないですか最初の方が、はいはいはい、2本だとさ、先行だと1回しか言い返せないもんね。そうっすね。で相手は2回言い返してくるからさ、もう完全に倍じゃんみたいなさ、はい、そうっすね。それはでかいよね。いや、もう本当先行後攻の差なんて秒数で言ったら本当30秒前とかの話だけど、もうがっつりなかったことにされるじゃないですか。いや、マジで本当そうだよね。忘れるって、はい、聞いてるやつら鳥かって思うぐらい忘れるっすもんね。先行の、いや、それは本当そう。やっててもそうだし、ジャッジしてても後攻の印象すごい強いよね、はいはい、後攻2本目がワンって盛り上がったらもうひっくり返しようないですからね。そうだよね。逆にやっててもさ、こうカルマはさ、こう例えば先行でやってさ、はい、相手の最後の2本目聞いてる時の心境とかってどうだ。やっぱこいつがかましてきたら結構勝ってんなと思ってても、はい、ひっくり返っちゃったりするわけじゃん。なんかもう涼しい顔して、うん、いや、言ってること聞こえてねえよみたいな顔で内心かますなよかますなよかますなよって。まあでもそうなるよね実際ね、はい、確かにな。でもこれ見てる人はこうなんだろう、その格闘技的な感覚とかでもあると思うけど、逆にまだこう出たことない人みたいな、はい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 、みんながこう最初の一歩っていうところでいくと、カルマはどう、一番最初バトル出た時ってどんなバトルとかどういう時だったか覚えてる。僕は当時、うん、それこそ UMB とかがバーンって流行り始めた頃で、はいはいはい、
なんか大学の学園祭の中で、うんうん、もう僕大学生じゃなかったんですけど、はいはいはい、その名古屋の大学の学園祭の中で MC バトルがあるみたいな、うん、あ、そうなんだ、そういう時代で、うんうん、それが最初でしたね。へえ、うん、でその時もうラップ自体は普通にやってたわけでしょ。やってました。この曲とかは作ってて、やってましたね。でなんかバトルも流行ってるし身近なとこであるからちょっと出てみようかなみたいな。そうですそうです、バトル流行って周りがみんな出始めて、うんうんうん、最初はやっぱちょっといぶかしんでるっていうか、あ、まあまあまあ確かにね、はい、だ、うん、みたいな、まあそれ思うよね、はい、でみんな出てるから知り合いが、うん、先輩とか当時は結構垣根なかったじゃないですか。なかったなかった、うん、そのアーティストも出てたし、出てたね、うん、まあ見に行って、でやっぱ下で見てるとやれそうな気持ちがなるんで、それで出たって感じですね、どうだったのその時の結果は。1回戦勝って2回戦負けましたね。あ、でも初出場できない勝ったんだ。1回戦は勝ちましたね。やってみた感覚はどうだったの。いやもう全然違うっすね、ライブとか。あ、はい、だからその準備してたものじゃないから、はい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 、もう出る前もむちゃくちゃ緊張したし、うんうんうん、で負けた後もむちゃくちゃ引きずったし最初はやっぱそ う, っ、ね、まあ、そうだよね、はい、でもやっぱこう面白いまた出てえなみたいな感覚はあった。なんかそうですね、悔しかったんで、うん、まあ、次やったら絶対すぐ出ようって思ってました、ね、なるほどね。あ、じゃあやっぱこの負けて悔しいぜみたいなところが火がつくというか、うう、ね、なおさら、はい、そうか、だからいつもあんな仲いい先輩が、うん、こんな言ってくんのみたいな優しいのにみたい な, みたいな、もうちょっとなんなら気まずいみたいな、はい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 、最初の頃とかは別人じゃんこれみたいな、はい、そんな感じでしたね。そうなんだ。でも確かにね、こうまだやってみてない人も躊躇するかもしれないけど、一回出ちゃうと、うん、ね、の板に乗っちゃうとやめらんなくなるみたいなところもあるかもしれないね、はい、悔しいし、勝ったら勝ったで味しめるし。確かにそうだよね、ハマるっすよね。確かに俺一番最初バトルあったのってその UMB っていうそのカンさんが始めたバトル大会が出るもっと前の B-Boy Park っていうのが2000年とか2001、2ぐらいにすごい盛り上がってて、はい、あのクレバさんが優勝してた時に、でね、そこに当時の僕大学生の時に一緒にラップやってた相方のシビトっていう、まだ今も活動してるんだけど、僕とは全然スタイル違うんだけど、そのシビトが出てベスト4くらいになったの。したらそれまで僕らさ大学のみんなでこうイベントとかやってもさ、はい、お客さんって全員友達じゃん、 なんか、はいはいはい、ゲストリストに名前入ってる人しか来ませんみたいなとか、シビトがベスト4になったら一般客みたいなのが初めてすごい来るようになったっけ、なんかライブが見たいからチケット買ってきましたみたいな、誰の友達でもない人がライブに来てるみたいなもう超ザワザワするじゃん。それでもうみんなこれはチャンスなんだって思って、なんかこれはその B-Boy パークでシビットさんが上の方まで行って、うん、そのインタビューをブラストで読んでた口ですか、ね、あ、そっかそっか、はい、ちょっと先下だもんね、彼の世代がね。そうで僕らそれを見ててもうここしかないみたいな、このラップで売れたいというか、はいはい、こう成功したいし CD 出したいんだけどチャンスは MC バトルでしかないんだってやっぱそれまで活動しててもなんか誰も客なって来ないみたいな。いやでも本当飛び級ですよね。じゃあ超飛び級だし、下積みみたいななしでバーンって上がれるきっかけですもんね。うん、こんなルートあったんだみたいなでもうみんなが群がってもう、ね、超練習するみたいな。いや本当それこそ UMB の第1回目のやつとか、うん、カルデラビスタが優勝したやつとか、はい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 、もうダメレコの人いっぱい出てたじゃないですか。出てたね、俺も出てた、それ2005とかだよね、はい、確かね。そうですね、それ DVD で見ててって感じですもん、うんうん、そうだよね。あの頃なんかやっとこうバトル、それこそカンさんが大会やってくれて、なんかちょっとみんな仲良くじゃないけど和気あいあい空気が出始めたぐらいの時だったね、うん、あの前はもっとなんか演者同士もバチバチしてたし、はいはい、なんかその演者の仲間みたいな人たちもバチバチしてました、ね、そうバチバチしてたし、なんかバトルでバチバチして今だったらこうステージ降りたらバチバチもうそんなしないじゃん、はい、バトルでバチバチした人はあの現実世界でもずっとバチバチするっていうすげえややこしい世界だったから。あったっすよね。あった、いや名古屋も ありました。あ、やっぱそうだったんだ、はい、そうそうそう。でもめちゃくちゃ面白かったよね。面白かったっすね。でも今進化してもあの頃とはスキルのレベル全然違うよね。全然違うし、うん、それによって得られるプロップスも全然違うじゃないですか。そうだね、違うね。お金も違うし、うん、それこそチャンスの数も全然違うし、うん、でもどう、これバトルもそうだけどさ、今サイファーって話もあって、こうサイファーって多分初めての方は、はい、あのフリースタイルをみんなで輪っかになってね、うん、あの順番も決めずにみんなで好き勝手こうセッションするみたいな、はいはいはい、感覚なんですけど、もともとはバトルとサイファーどっちもあったよね。なんか
そうですね、まあ両、うん、今も両方あると思うんですけど、なんかやっぱバトルがバーンって流行ってからは、うん、サイファーでもバトルの練習みたいな延長になったりとかしてる時期があって、うんうん、俺は結構それでサイファーやめちゃったんですよ、ね、あでもちょっとわかるかもしれないな。同じフリースタイルだけどさ、ある種こうラップするのってさ、こう、はい、テーマというかさ、はいはい、何を話すかみたいなのを、うん、のテーマ取り曲でもそうだけど大事だけど、はい、バトルってそれが設定されてるじゃん、はい、相手がいて相手に対して思うことで言ってくださいみたいな、うんうんうん、サイファーってそのテーマ付けからいかなきゃいけないからさ、そうっすね、めっちゃ上手い人だとそのテーマ付けみんな自由にいろんな角度から来るからすげえ面白いけど、あんまりそうじゃない人がやるとあの見てられなくなるじゃん。ラッパー上手くてもなんか、はい、何の話かも分かんねえみたいなとこあるから、なんかもともと僕はサイファーの方を先にやっててからバトルに出始めたんですけど、サイファーそのちょっと名前上がってからサイファー行くと、その若いやつらが、若いってもうほんと10代の子とかが僕に対して、俺はこのゲームでみたいな、立ち上がっていくんだぜみたいな、いやお前エントリーもしないでしょみたいなやつがこうなんか言ってくるんですよみんな、いやだるーみたいな、ちょっともうやってらんないわってなっちゃったっすね。まあ確かに絡まれるし、全盛期やっぱあのクラブでお酒飲んでてもすげえサイファーで絡んでくる人とかいたよね、はい、耳びしょびしょになるまで耳元でやられるみたいな。いたね、いた。俺はもっとみんなと喋りてるのに、だって君のラップをずっと聞かなきゃいけないジャッジするやつもいないのに、そうそうそう、終わんねえじゃんこんなみたいな聞いてほしいっていうパッションがね、この呂布カルマを見つけたら俺のラップを聞いてほしいが止まらないみたいな、嫌になっちゃったっすね。わかるな、その瞬間は。でもバトル今さ、まあ言ったらさ、カルマはもう本当に優勝しまくってるわけじゃないですか、はい、一番気になるのは練習とかするの、カルマも。僕はもう一切しないですね。一切しないんだ。一切しないですね。そのじゃあ逆にさ、こう今みたいなカルマが出来上がる前はどうだったの？もうしてないですね。あ、そうなんだ、はい、じゃあひたすら大会でやってってこと。そうですそうです。その、まあ、特に今なんかは、うん、まあ、今ちょっと減らしてるんですけど、うん、去年とかはでかいイベントめっちゃあったんですよ。大会いっぱいあったね、はい、で、うん、どれにも出てたんで、うん、その全部実地で覚えていくっていう感じでしたね。あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ逆にこういう風にどうしたらいいですかって言われたら、大会にいっぱい出た方がいいよみたいな。大会にもちろん現場数をいっぱい踏むことが大事だと思うっすね、やっぱり。なるほどね。まあ確かに10回練習しても1回の本番になかなか出るものはね、叶わないっていうのもあるしね。本番の時の手応えみたいなのを修正していくっていう感じが一番いいと思うんですね。確かにね。でもなかなかみんなそれだけでカルマみたいなポジションにはいけないもん。逆に自分の強さとかどこだと思う、カルマは。僕だから他の人と違うとこだと思うんですよ、ね、あ、やっぱサイファーしないのも練習しないのも、うん、なんか口癖みたいなのできてくるじゃないですか。確かに、あんまりやりすぎる、うん、それ分かるじゃないですか。そのあと自分のネタっぽく入ったなって瞬間も分かるよね、はい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 、分かるし、うん、でサイファーをやると、まあ一人でひたすらフリースタイルしてるんだったら、まあまだ100歩譲っていいんですけど、うん、サイファーで共通してやってると、そのそいつらの共有のなんかノリみたいなのを共有するじゃないですか、みんなで。分かる分かる。でそういうのが出るんですよ、どうしても。でそれって結構チープなんで、なんかでたった8小節2本の間とかにそんな入れてる暇ないんですよ、うん、正直。確かにね。でも、うん、そういうのはどうしたって出ちゃうんで、うん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 、なんかそれやるぐらいだったら曲作りとかをひたすらやった方がなんかいいんかなと思いました。うんうん、まあ確かに自分のスタイルを築くって意味でもそうだしね。そうそうそう。じゃあやっぱこのまだバトル出たことないなとか迷ってたりしたら、やっぱまず出るのがそもそものなんか自分の向上にもつながるというか。そうですね。でもまあ正直、うんうん、いきなり僕みたいにやれって言っても、うん、いや、それはできるわけないと思う、はい、カルマにもだって歴史があるわけじゃん、しかも、はいはい、若い子たちはやっぱ普通にサイファーいっぱいやって、うん、仲間内でっていうので全然いいと思うさ、うん、まずは楽しいなって思う。あ、まあ確かにね、とこじゃないですか、うん、でも結構ほら、そのまだ俺は試合に出れるレベルじゃないからなみたいな思う人もいるじゃん、結構、はいはいはい、練習しててさ。そうですね。でもこうそれでもバトル舞台立てちゃう面白さもあるよなとか思ったりして、ね、その楽器の練習いらないよねみたいなのと一緒で、それで逆に何も知らないからこそ起きるミラクルみたいなのがあります。あります。起きる人もいるじゃん、やっぱり。あのお前ほんととんでもねえなみたいな、お前何も知らねえなみたいな、でも超面白いなみたいな。いや、その面白さありますよね。これ多分ヒップホップにしかない気もするよね。だってギター弾けなかったらさ、もうどうにもなんない。どうにもなんないじゃん、絶対に。でもラップってなんか一応喋ってね、なんとかなるから。できないなりにも言葉だから、そうそうそう、やっぱおもろいっすよね。そうだよね。確かにな。だから逆にこういう高校生の大会、もちろん高校生なりのすげえスキル高い子とかも面白いけど、ここで
しか見られない、なんかさ、このぶっ飛んだやつみたいな、スーパー初期衝動みたいな、そうそうそう、こんな逆に見たことないし、いろんなルールを知っちゃったらもうできないよねみたいなさ、こなれちゃうと、うん、逆にその完成形の大人は僕らいっぱい見てるから、そうだよね、高校生とかそういう若い子のやつ見るときは、うん、そのまだちゃんと整えられる前のわけわかんないエネルギーみたいなのがそう、ねそうね、こっちとしては面白いですけどね、うん、本当はそうだよね、なんかどうしてもある暗黙の美意識とかに支配されちゃったりもするものあるしね、それを飛び越してくる人がいたらいいなって思いますね。さあということでここまで話してたんですが、インターFM東京ダンスパーク激闘ラップ甲子園とタッグを組んでお送りしているマイジェネレーション MIC 激闘ラップ甲子園、今週はですねラップバトルサイファーの楽しみ方ということで呂布カルマに来てもらって話していました。来週はですねさらに踏み込んだ応用編をお届けできればと思います。